はい、こんにちは、ガナです。今回は私は、こちらご覧の通りモンゴルの、最大お土産や飲みデパートで皆様に買うおすすめのお土産を紹介したいと思います。それでは行きましょう。じゃあここは飲みデパートの中ですね。まず1階にスーパーがありますので、スーパーから行きたいと思います。で街中でよくロシア人がロシアに戦争起きてるんで、ちょっとロシアから逃げてきてモンゴルに入り込んできてますね。でどこ見て もう本当にロシア人が多くて、スーパーは何ですかね、トイレットペーパーとかワインとかお酒などがあるところに、で近い1階は食用品などが販売されています。すごいなんか金髪の綺麗なお姉さんがいて、最近ちょっとロシア人多いですね。モンゴル特有のものってなんていうか。じゃあこれはですね、モンゴルの伝統的ミルクティーがこういったインスタント状態で販売されております。お値段はおよそ1万トグルクっていうことは、後ろのゼロをなくして2で割ると大体日本円が出てくるんですね。でおよそ500円ぐらいです。30個入ってます。遊牧民の家で飲むのと同じですね。全く同じ味がします。インスタントなんで、もうすごく使いやすくて便利ですね。わざわざミルクとお茶別々に持っていく。ここ蜂蜜コーナーですけれども、モンゴルでは蜂蜜非常に安く買えるっていうことが特徴になってます。で日本人が一番よく買うのはこちら、トモコの蜂蜜って言いまして、このトモコっていう方はモンゴル人と結婚されていて、モンゴルで20年以上ぐらい住んでる日本人の方なんですね。で北の方にセレング県っていうところに住んでいて、蜂を育てて蜂蜜モンゴルで作ってる方です。これ日本人よく買っていきますね。でお値段は1万600トグルくらいで、後ろの桁なくして大体500円ぐらいですね、値段は。であとは、一番面白いのはここモンゴルで松の実たくさん取れますので、松の実入りの葉に蜂蜜が結構日本人よく買っていきますね。好きです。はい、じゃあ次はですね、こちら、モンゴルで取れる、岩塩ですね。こういった形、およそ 400g が入ってます。でまた食事にも入れて使うこともできますし、もうちょっと細かくしたのもありますね。でもっと細かくしてお茶とかにも料理にも入れて、もミネラルたっぷりの岩塩ですね。モンゴルでよくたくさん取れまして、お値段はなんと100円ちょっとですね。100円です。非常に安いです。あと、いろんな種類のもありまして、モンゴルでは岩塩の山もありますあるって言われてますので、こちらの値段は、250g が、こちらの値段、150円ぐらいですね。で日本人が安いからってたくさん買いすぎてしまうと重量オーバーになったお客さん結構多いですね。いいもの発見しました。はい、じゃあ一番よく買うのはこちら、ロシア輸入製品の、カビアですね。こんな感じのカビアで、またイクラもあります。でカビアって、日本だとすごい高いんですけど、ここなんと値段が非常に安くて、だいたい230円ぐらいですね、1個が。でもだいたい 100,
10グラムぐらい入ってますので、これはもうナンバーワンおすすめです。このまま開けて、まあ、パンに乗せてすぐ食べるとか、まあ、いろんな食べ方ありますね。また日本に帰ってから、まあ、お寿司とかも、巻物にして食べる場合もありますね。はい、じゃあモンゴルで大人気あのお土産ナンバー2はこちら、モンゴルといったらもうウォッカですね。でその中で一番有名なのはこちら、チンギスコールドという名前のウォッカです。アルコール度はですね、大体、39度ですね。でこれはモンゴルはもうすごく寒いので一気飲みしますので、でも、まあ、こちらのメンディパートで買うようでしたら、まあ、スーツケースの中に入れた方がいいですし、まあ、あるいは空港で買った方がいいですね。黄色い色 の果実ですけれども、これはですね、もうモンゴルナンバーワンドリンクです。これは、シーバクタンとチャッサルガンと言いますね。でこれぐらい の小さい果実で、まあ、砂漠地帯に入るモンゴルでしか取れない黄色い果実でして、もう本当にビタミン C たっぷりで、まあ、このままこれは、まあ、お湯とかで薄めて飲む方ですけれども、まあ、ちょっとこういう直接飲める方もありますし、あとは、まあ、薄めて飲んでもいいです。薄めなくてもそのまま飲んでもいいです。シュガーフリーとかこういうタイプがあります。で味はねちょっと甘酸っぱいんですよ。でモンゴル人のそういう秋になるとね、風邪の防ぎにでもなりますし、もう頭に非常に頭が良くなるって言われてます。はい、じゃあこちら、モンゴルお土産ナンバーワン、なんとゴールデンゴビモンゴル産チョコレートですね。こちらのチョコレートは、ゴディバの技術を使ってモンゴルで作ってるって言われている、まあ、お客さんがねばらまくようにたくさん買っていってます。まあ、こういう細いちっちゃいバージョンもありますし、ばらまきようで一番いいですね。まあ、いろんな味がありまして、まあ、例えばこちら、ダークチョコレート一番濃い方、76% のダークもあれば、まあ、甘い方でしたら、まあ、ナッツ入りのミルクチョコレート、普通のやつもたくさんあります。あと抹茶味もあるんですよね、不思議の抹茶味、残念ながらないですけど、はい、はい、こちらのメンディパートの3階ですね。で3階では、カシミヤ製品販売されているということが特徴です。で一番有名なブランドはこちら、ご覧の通り、ゴヨルっていうところが結構有名ですね。であともう一つの面白いお店は、ここがもう本当にヤックメインで、ヤックの系で作ってるカシミヤ製品ですね。で早速中入って値段確認してみます。はい、じゃあ例えばこちら長袖の分厚そうな、あったかそうな手袋はですね、5万7000トグル、およそ2000円ぐらいですね。2000円ぐらいです。まあ、あとこういう可愛らしい上に狐の毛とかがついてるこちら、値段は、6万5000トグル、はおよそ大体3000円ぐらいですね。カシミヤ製品としても世界中一番安いです。どうですか、ちょっと似合ってないですね。はい、じゃあこちら可愛らしいマフラー、綺麗な色などが使ってあるんですけれども、非常に肌触りが良くて、であとは値段も安い、軽いっていうことが特徴になってます。こんな感じです。で値段はなんと、こちら円ではだいたい8000円ぐらいですね。でこのお店の中の商品は全部ヤックの毛でできてますね。
ゃああとこれこういったあのセーターなども結構安く買えられます。値段は、1万円ちょっとですね。どうですかこれは。あ、これヤギ。はい、じゃあこちら有名のブランド、ゴイオルフのブランド。で秋とかにあの日本で来るようなあの着るようなこういった可愛らしいズボンもありますし、例えばこのズボンの値段ですと、1万9000円ちょっとですね。この値段になってます。肌触りが良くて軽いです。これ似合ってます。どうですか。値段はなんと、3500円くらいですね。ではあの冬用のちょっと厚めの、スカーフですけど、ちょっと4000円ちょっとですね。はい、じゃあこちらのメリパーツのロッカーですね。これは、まあ、モンゴルで最大民芸品ショップですね。この階はもう全部民芸品などが販売されております。はい、じゃあこちらあのモンゴル風マグネットを販売されております。値段はちょっと300円ちょっとですね。こういった遊牧民の模様をしているマグネットがあります。あとこういう可愛らしい冬の遊牧民の写真が載っているこういうものもありますし、結構安いですよね。相当の値段するんでしょうね。これ馬の蔵です。でなんと値段が4万円ぐらいです。円で。こういう雪あスノーボール、遊牧民スノーボールですね。はい、じゃあここ日本人一番よく買う。お土産なんですね。フェルトでできているミニサイズゲルですね。でお値段は、ちょっと700円ぐらいですね。で中を覗いてみるとその家の家具も入っているということが特徴です。いろんなサイズありますね。はい、じゃあ、あとこちら、まあ、かわいい子供、お子さんたちにもあのプレゼントするようにあのかわいいフェルトでできているかわいらしい羊です。値段はこの値段ですね。あとこういったあのフェルトでできている、モンゴル風ポスターもあります。はい、じゃあ、こちらあの羊の毛フェルトでできているあのスリッパですけれども、あの部屋で家であの着ると非常にあったかいって言われてますね。肌触りも良くて分厚くてあのかなり柔らかいです。いくら？値段は1000円ぐらいですね。またあの女性におすすめするのはまたフェルトでできているこういうかわいい模様がついている部屋で着るスリッパなどもあります。
しいです。こちらあの手作りですので、ちょっとあの値段が高い方ですね。なんと5000円ちょっとです。はい、こちらあの約 100% ヤックの毛でできている靴下ですね。ヘアソックスで使うと非常にいいですね。値段は、1000円ぐらいですね。あ、じゃあ、あともう2つの有名な製品です と、モンゴル革製品非常に有名ですね。あの家畜とかがたくさんいますので、もう革たくさん取れます。これぐらいの革製品まあ日本人が可愛らしい、あの花がついてるカバンとかも。で、革製品でもう一つ有名なのはこういうペンケースなども結構有名ですね。こんな形の、これは、値段は800円ぐらいですね。で、手作りです。まあ、これかっこいいですね。こういうペンケース800円ぐらいですね。あとは、こういった可愛らしいキーホルダーとかも革製品でたくさん買うことができます。お値段は、ちょっと300円ちょっとですね。あの女性におすすめするのはこちら革でできているあのミニポーチとかですね。ミニポーチ中にあの、まあ、あの口紅とかあのマスカラとか入れて、まあ、手軽に持っていくようにで、これとかもあの可愛いキーホルダーですけれども、モンゴル伝統的靴の形してます。こんな感じです。はい、じゃあこちら、革でできている、財布ですね。この四角い方はカードを入れる方で、中を広げてみると真ん中にお札を挟めるような形になってます。これのお値段は、だいたい3000円ぐらいですね。こんな感じです。ポケットとかに入れるとこういうのはい、以上ロミンデパートでの、お土産紹介しました。皆様モンゴルに来られる際こちらの動画参考にしてください。それではチャンネル登録とグッドボタン、またコメントお待ちしております。さよなら。